ヘンリー・カビルは、イギリスの俳優、モデル。英国海峡に浮かぶ、イギリスの横領植民地である、チャンネル諸島のジャージー島で、5人兄弟の4、男として生まれた。その後イングランドに渡り、バッキンガムシャーのボーディングスクールに通った。この頃から演じることに目覚め、舞台袖から、ライトの中に出るときに感じる恐怖やアドレナリンは、 何事にも変えられないものがあると感じたとインタビューで答えている。2005年にはダニエル・クレイグやサム・ワーシントンと共に007シリーズのジェームズ・ボンド役のオーディションの最終テストに残っていたが、カビルは若すぎることがネックとなり、ボンド役はダニエル・クレイグに決定した。また、トワイライトシリーズの作者であるステファニー・メイヤーにエドワード・カレン役を演じてほしいと言われていたが、 年齢が高すぎることがネックとなり、同役はロバート・パティンソンへと渡った。2008年にはダンヒルのフレグランスのイメージモデルを務めた。2013年2013年公開のスーパーマン映画マン・オブ・スティールでクラーク・ケント・スーパーマンを演じ、2017年公開のジャスティス・リーグでも同役で出演した。2018年にはミッション・インポッシブル・ホールアウトで トム・クルーズと共演した。2019年には、アンドレイ・サプコフスキ原作のドラマシリーズ、ウィッチャーで、主人公、リビアのゲラルトを演じた。本作はネットフリックスで配信した。2011年5月、馬術競技選手のエレン・ウィテカーと婚約を発表したが、2012年8月発局が報じられた。2013年には、女優のケイリー・クオコとの交際が報じられた。 2016年、13歳年下の未成年者である19歳の女性との交際が物議を醸したが、同年5月に破局が報じられた。ありがとうございます。